サウンド・オブ・ミュージック。サウンド・オブ・ミュージック、音楽の音の意は、1965年に公開された、ロバート・ワイズ監督、ジュリー・アンドリュース主演のミュージカル映画。20世紀、フォックス配給。リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイ2世の名コンビが1959年11月にブロードウェイで初演したミュージカルサウンド・オブ・ミュージックを原作とするミュージカル映画で1965年に世界的に大ヒットした。この映画は第38回アカデミー賞で作品賞、監督賞、編集賞、編曲賞、録音賞の5部門を獲得し、リチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世の最後の作品でもあった。オーストリアのザルツブルク。1938年のドイツによるオーストリア併合及び第二次世界大戦の前夜。映画の冒頭にジュリー・アンドリュースが山々に囲まれた緑の大地の上で歌い踊る歌、サウンド・オブ・ミュージック。出演者などの字幕の最後に、オーストリア1930年代最後の黄金の日々という字幕が出る。マリアは修道女見習い。おてんばで周囲の修道女にからかわれていた歌、マリア。ある日、修道院長にトラップ大佐の7人の子供たちの家庭教師をするように勧められ、トラップ邸へ向かう歌、自信を持って。ゲオルク・フォントラップ大佐、ゲオルクはオーストリア=ハンガリー帝国海軍の退役軍人で数年前に妻を亡くして以来、子供たちの家庭教師がどれも長続きせず困っていた。ゲオルクは子供たちを軍隊のように厳しくしつけているが、子供たちは至って快活。早速カエルをマリアのポケットに忍ばせていたずらをする。夕食。子供たちのいたずらで席に置かれた松笠の上に知らずに、座ったマリアは悲鳴を上げるが、父ゲオルクには持病のリウマチの発作でとごまかし、子供たちにほがらかに歓迎の意のお礼を述べる。やがてゲオルクに電報が届き、翌日からウィーンに出かけることになる。長女リーズルは電報配達のロルフと密かな恋仲であり、夕食途中で席を立ち、ロルフに会いに行く。二人は互いの愛を確かめ合い、甘いひとときを過ごす歌、もうすぐ17歳。だが、時間が過ぎて、閉門の時刻を忘れてしまいやから締め出されたリーズルは、マリアの部屋の窓からそっと入ってきた。外は、雷鳴が、音高くとどろき、雷を怖がる弟や妹たちも次々に、マリアの部屋に集まってきた。雷鳴と雷光に怯える、子供たちにマリアは、悲しい時、辛い時は楽しいことを考えましょうと教える歌、私のお気に入り。すっかり打ち解けたマリアと、子供たちだったが、就寝時間を守らなかったことで、父ゲオルクにたしなめられる。マリアは、海軍の制服のような子供たちの衣服をかわいそうに思い、部屋のカーテンで遊び着を作って、山に遠足に出かける。子供たちが、いたずらや悪さをするのは、父、ゲオルクの気を引きたいからだと聞かれたマリアは、歌を歌って気を引いてはどうかと提案するが、母を亡くしてから長く家で音楽を奏でることがなかったため、皆が知っている歌が一つもないと聞いて驚く。そこでマリアは子供たちに歌を基礎の基礎、ドレミの解明から教える歌、ドレミの歌。数日してマリアと子供たちが川遊びをしているところに、ゲオルクが婚約者のエルザ・シュレーダーと友人マックス・デトワイラーを連れて戻る。奇妙な遊び着を着ていることでゲオルクは激高するが、マリアは子供たちに目を向けてほしい、寂しさに応えてあげてほしいと必死で訴える。だが、顔面なゲオルクは、マリアの訴えに聞く耳を持とうとせず、ついにはマリアを、トラップ家には不釣り合いな家庭教師だと一蹴し、解雇を言い渡した。失意に暮れるマリアに対し早急に出ていくよう、言い放ったゲオルクは、早速次の家庭教師を手配することを考えながら、家に戻るが、子供たちの合唱する声に吸い寄せられ、自らも長い間忘れていた歌を歌う歌、サウンド・オブ・ミュージック。それによって、自分の教育方針が独りよがりだったことに気がついた、ゲオルクは子供たち、そして、マリアに謝罪。解雇を撤回し、引き続き家庭教師として、トラップ邸に泊まるよう依頼した。マリアと子供たちは、エルザとマックスを歓迎する会を開く。その歌の素晴らしさと人形劇の面白さにゲオルクは大喜びする。歌、一人ぼっちの羊飼い。マックスは子供たちを合唱団として売り込むことを提案するがゲオルクは一生に伏す。そこでマリアはゲオルクに、次はあなたの番とギターを差し出す。ゲオルクは照れて拒むが、子供たちに押し切られる形でギターを受け取り、昔を懐かしむかのように情感を込めて歌、エーデルワイスを歌い上げる。エルザの提案で、トラップ邸で舞踏会が開かれた。楽団がワルツを演奏して参加した人々がダンスを踊り、テラスでは子供たちとワルツに興じるマリアであったが、やがてオーストリアの民族舞踊レントラーの曲に変わると、ゲオルクが現れてマリアと踊り出し、二人の目が合うと、マリアは、これ以上はもう忘れたと言って、踊りをやめるが、顔を赤くして立ち尽くしてしまう。二人の間に愛が生まれつつあることに気づくのであった。部屋に戻る。子供たちが歌う歌、さようなら、ごきげんよう。出席者の中に地元の指導者ツェラーがいて、オーストリア国旗を掲げるゲオルクに国旗を下ろし、ドイツ国旗に変えるように忠告するが、ゲオルクは逆に彼を非難する。一方マックスはマリアがパーティーの食事に出席するよう提案し、ゲオルクも了承する。着替えのために2階に上がったマリアに、エルザが、ゲオルクがマリアに気があるのではないかと伝える。エルザは、ゲオルクとマリアが互いにそれと気づかず、惹かれ合っていると感じており、二人の仲が進むのを危惧していた。ゲオルクの気持ちを本気にするなというエルザの言葉に、これ以上トラップ邸にいられないと思ったマリアは、置き手紙をして、そっと修道院に戻る。第一部終わり。突然のマリアとの別れを寂しがる子供たちは、修道院に、マリアを訪ねるが、会えずに戻ることとなる。マリアは部屋に閉じこもったままで、そして、修道院長に懺悔し、罪を犯した自分は一生神に仕えると訴えるが、逆に院長から神の愛も、男女の愛も同じだ、向き合って、自分の道を見つけなさいと諭される。すべての山に登れ、すべての道を歩き、すべての虹を渡れ、自分の夢を見つけるまで、生きている限り愛を注げる夢を見つけるまで歌。すべての山に登れ。やがてトラップ邸にマリアは戻る。修道院へ行っていたため昼食に遅れた子供たちは、父親に叱責され、歌を歌って、元気を出そうと歌っていると歌、私のお気に入り、重なるように、マリアの歌声が聞こえた。その晩、バルコニーで結婚を語り合うゲオルクとエルザだが、ゲオルクの目は、夜の庭をそぞろ歩くマリアの後ろ姿を追っていた。ゲオルクはすでに自分の心がマリアに向いていることに気づき、エルザに婚約解消を告げる。ゲオルクとマリアは、邸宅の庭で、互いの愛を告白する歌、何かいいこと。二人は、教会で、子供たちや、修道女たちに祝福されて、結婚式を挙げ歌、マリア、新婚旅行に出かける。二人が、新婚旅行に行っている間に、オーストリア併合に伴い進駐してきたドイツ軍がザルツブルクにも駐屯していた。コンクールが行われる日、練習を終えて出てきたリーズルがロルフを見かけが、彼はリーズルにゲオルク宛ての電報を託し、リーズルに対しどこか冷たくなっていた。ロルフはオーストリアナチス党の親衛隊員になっており、ナチス指揮敬礼をした上に、ゲオルクもドイツ軍としての任務に就くよう忠告する。一方、母国の不穏な雰囲気を察して急いで、新婚旅行からこの日戻った、ゲオルクの家には、今やドイツのみならず、オーストリアの国旗となったハーケン黒い月が挙げられており、激高したゲオルクはその旗を引きずり下ろす。また、マックスは子供たちを合唱団として売り込むことを諦めておらず、ゲオルクがいない間に、コンクールへの出場を決めてしまっていが、ゲオルクはなおも反対した。リーズルから渡された電報は、有能な軍人であったゲオルクに対する、ドイツ海軍からの出頭命令であった。愛国者であり、ドイツのオーストリア併合に反対するゲオルクは、ドイツ軍の言う通りに出頭する気はなく時代の大きな波を感じ取り、中立国であるスイスへ一家で亡命することを決意する。その晩、トラップ一家が亡命するために屋敷を出ると、今やドイツ第三帝国の管理となった元のオーストリア人ツェラーが待っていた。実は、トラップ帝の出自で、オーストリアナチス党員のフランツが亡命の計画を密告していたのである。ツェラーは、出頭命令のもとゲオルクを新たな任務先へ護送しようとするが、ゲオルクは自身が反対していたコンクールを口実にし、ツェラーはコンクールが終わり次第護送するという条件を出して、護送の延長を許した。親衛隊の厳重な監視のもと、ザルツブルクの祝祭劇場で行われたコンクールで歌、ドレミの歌ほかと歌、エーデルワイス、そして歌、さようなら、ごきげんようを歌って2から3人ずつ舞台から消えていく。審査の結果が3位、2位と発表されて最後に優勝としてトラップ一家が発表されるが舞台に現れず、その表彰式の隙にトラップ一家は劇場から逃げ出していた。一家はマリアのいた修道院に逃げ込むが、修道院長から国境が閉じられたことが伝えられ、ゲオルクは山を越えることを決意する。やがて親衛隊が修道院に到着して車を入り口に置いて修道院内を捜索する。その中にはロルフもおり、一家が墓場に潜んでいることに気づいたロルフは銃を構えるが、リーズルとゲオルクに声をかけられ一瞬躊躇する。同行する、要説得するゲオルクに反発したロルフは大声を上げ、上官に通報するが、一家は裏口から車で逃走する。親衛隊も追跡しようと止めていた車で発射しようとしたがエンジンがかからずトラップ一家を取り逃がしてしまう。直後に修道院長に対し罪を犯したと告白する修道女たちの手にはそのエンジンから外した部品が握られていた。国境線がすべて閉鎖されているためトラップ一家は徒歩で山を越えて逃亡先のスイスへと向かうたすべての山に登れ、第2部終わり。映画と舞台とでは使われる音楽に若干の違いがある。またリチャード・ロジャースによって以下の2曲が追加されている。他方、舞台で使用された以下の3曲が映画では外されている。本作品はあくまでマリアの自伝を元にしたミュージカルを元にした映画であり、元のミュージカルの時点から史実とは異なる点が多々ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。